ウェビエンナーレはもう半世紀を超える彫刻の国際コンクールです。なぜ彫刻だったのか、しかも地方都市で、本当にちょっとした小さなきっかけだったんです。駅前の噴水にファルコネという彫刻家の方のレプリカなんですけども、それを飾ってみたところ、スケッチをする人が出たり、人々が集まるようになっています。町に大切なんではないかと、町に増やしていこうと。まず一番原点になるのが1962年になりますけれども、日本で最初の野外彫刻という蟻の城という、宇部の町工場の鉄くずで作った向井良吉先生の作品。パブリックのものですけれども、ある意味では私の作品的なアートになってきている。あの彫刻はね、こういう角度の方がいいんじゃないかとかですね、彫刻談義っていうのが宇部の町では当たり前になっている。町づくりにとっても欠かせないもの、町と一体化している。なぜ地方都市の宇部市がこの彫刻の町づくりをしてきたのか、なぜ彫刻というアートに希望を見出したのか、宇部ビエンナーレの歴史を通じて誇りを取り戻すストーリーを知っていただきたいなというふうに思っております。